どうしたの？もうそんな感じになっちゃった お父さんまで。これまでのあらすじ。世界に平和が訪れた後、アイラたちは神の民が書いた書物から失ったものを蘇らせる神聖な光が眠っているという塔の存在を知る。一行はベロニカを生き返らせるため神秘の歯車を入手し、失われた時の化身が集うという塔を目指す。忘れられた塔の最上階で、アイラたちは時の流れを守る存在だという時の番人と出会う。失ったものを蘇らせる光について一行が尋ねると、時の番人はその光、時のオーブの力を使えばこの世界ごと過去に巻き戻せると話す。時のオーブの力を使えば胎児が落ちる前に戻り、ベロニカをはじめあの日に失った全てを救える。だが過去に戻れるのはアイラだけで、この世界には戻ってこられない。アイナは時の番人にそう告げられ、決断を迫られるのであった。ね、なになに、出発するの？もしかして。ごめんなさい、エナ様。でも、あなたを行かせるわけにはいきません。めっちゃ阻まれるやん。え、別に行かんけどね。別に行かんけどね。ほい、ということで今回はじゃない。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。なの?もしここで行かせてしまって、あなたの身に何かあったら、私はきっとまた後悔することになる。だからお願い、行かないで。私はあなたまで失いたくないわ。え、でも言うてあれやろ？だってこの世界ごと巻き戻すって言ったけん。え、だってこの子たちもおらんく、なんか、うん、世界的にはおらんくなるってことやろ？やり直しなんよね。過酷な運命はいつもわしから様々なものを奪う。しかし今度ばかりは止めねばならん。あゆな、この一度だけ、年寄りにわがままを聞いてくれ。お主までいなくなったらわしは。だって、万人の言えることは、ねえ、そういうことやろ？なんか、あれやん、パラレルワールドっていうことではなさそうやったけど。アイナ様ごめんなさい。たとえあなたの決断でも、これだけは認めるわけにいきません。いなくなったお姉様の分まで、絶対にあなたを守ると。私は髪を切った日、そう誓ったのです。アイナ様に何かあったら、お姉様に叱られてしまいますわ。ですからどうか考え直してください。え、やけん全員無事になるってきっと。アイナちゃん、私たちは魔王を倒し世界を救った。もう十分すぎるほど頑張ったじゃない。私、もう嫌なの。これ以上大切な仲間を失うのは、あなたまでいなくなってほしくないわ。アイナ、悪いがお前を過去には行かせられない。くそ、なぜ俺は過去に行けないんだ。この手でウルノーガの野望を止められずに、ここで手をこまねいているというのか。え、てか巻き戻すんやけん、多分、ここにいるみんなの今の記憶はなくなるっていう解釈なんじゃないんかな。アイナ、お前は本当にそれでいいのか。時の番人が言ったように、過去に戻ったらもうこの世界に戻ってこられない。お前だってどうなるかわからないんだぜ。それでもお前は過去に戻るっていうのかよ。いや、ちょっと今のところはちょっとね。だろ？だったらこの話は終わりだ。さ、とっととこの場所からおさらばしようぜ。まあ、とりあえず、まあ戻ってこれになるっていう話やけん。それはまあ確かやと思うけん。まあね、平和になったこの世界の、サブストーリーってか、その後みたいなのを見ていこうかなと思うんだけど、んこれは最後の砦っていうのが石の村かな。なんかみんな頑張りよるね。何してんの？あ、ルキか、名前。お久しぶり。精が出るわね、お父様。あ、そっか、お父さんやっけ。おお、マルティナ。それにお前たちも、よくぞ参られた。歓迎するぞ。お、エマが。申し訳ありません、お父様。村の立て直しで忙しい時に、私だけお暇をもらってしまって。いいんだ、マルティナよ。久しぶりに仲間たちに会ったのだろ。ゆっくり再会を楽しむといい。あ、そういうことなの、一緒におるの。石の村の復興が終われば、次はいよいよデルカダール王国の復興だ。その時は頼んだぞ、マルティナよ。ええ、もちろんですわ、お父様。愛する祖国、デルカダール。いつかきっと私たちの手で蘇らせましょう。
士の村の方が先なんや。デルカダールが先じゃない？まあ、やっぱあれ、世界がピンチの時にここが最後の残った村やけんってこと？最後の砦。勝手なことを言うようだが、実のところそなたが帰ってきたら頼みたい仕事が山ほどあるのだ。医師の村とデルカダール王国双方の間に立つにふさわしい人間はそなたしかおらんからな。旅の目的を果たしたらなるべく早く砦に帰ってきてくれ。皆がそなたの帰りを待っているぞ。まあそうかもしれんけども、そんなこき使わんといてくれるかな。アイナ、また旅に出るんだね。今度の旅は長くならないと思うけど、やっぱり少し寂しいや。ねえアイナ、行かないでって言ったらずっと一緒にいてくれる？かわいい、もう一緒にいてあげなよ。なんちゃって、冗談冗談。気になることがあるとじっとしてられないのがアイナのいいところだもんね。でもね、あんまり待たせたら嫌よ。早く私たちの村に帰ってきてね。それじゃあアイナ、行ってらっしゃい。優しい優しい幼馴染ですな。アイナ、また旅に出るのかい？せっかく魔王を倒したってのに、ユージ様ってのは忙しいんだね。まったく、もう気になったことがあるとじっとしていられないところが、帝王おじいちゃんにそっくりだよ。まあ今更何を言ったってしょうがない。もう決めたことなんだろ？だったら気が済むまで冒険しておいで。私も今ちゃんも村のみんなも、あんたの帰りを楽しみに待ってるよ。それじゃあ行ってらっしゃい。ごめんね、ちょっと休みに帰ってきたんだ、私。え、これ家？うわぁ、ベッドだっけ。アイナのベッドが焼け残っている。少し休んでいきますか。あー、なんかすごい吹きっさらしやけど吹きっさらしやけど、これは休めたんかな。扉から入った意味あった？何やってんの？なんか新しい遊び？兵士たちが。剣術と農業の体の使い方というのは実はとてもよく似ていて、良い剣士は良い農家でもあるのだ。剣術を極めればおのずと農業も極まる。食料不足も解消されて一石二鳥だ。ふーん、そういうもんなん？よくわからんけど。とりあえず今までの町とかその辺を一通り行ってみようか。コムラの里へ。なになに、なんか子供たちが集まってきてんだけど、なに？お邪魔します。どうも。ああ、まだやっぱりそういうことを言うんやね。え、てかセリフ変わってなくない？世界も平和になったことだし、これからこの里もさらに活気づいていくことだろう。これでヤヤク様とハリマ様さえ生きていてくだされば、もう何も望むものはないんですがね。過去に戻ったらそこも生きた状態になるってことよね。え、ってことはまず狩猟になるところを、狩猟になるのを食い止めるところからできるってことかな。おお、勇者様、アイナ様、とうとう使命を発されたのですね。私めの耳にも話は伝わっております。ヤヤク様とハリマ様の魂もきっと今は安らかな場所にありましょう。本当に本当にありがとうございますね。ここの兄弟も救われてほしいよね。なんかそういうのいろいろと考えよったら、やっぱりね、アイナまで失いたくないって言われても、過去に巻き戻るっていうことやけん、何やってんのあの人。やっぱり巻き戻していろんな人を救うべきやと思うよね。使えるべき主がなくなったからとて、我々にはやるべきことが残されている。ホムラの里を我々の力だけで存続させていくことこそ、ヤヤク様への鼻向けだと思うのだ。うん、偉い。ヤヤク様、みんなちゃんと、ちゃんと立派に、道を歩んでおりますよ。さあ、サマディー。そう、サマディーで見たあの勇者の星は一体どうなったんよね。はい、サマディーに到着。さあ、まずはやっぱりサマディ王、サマディ王子には会っていくよね。なんか王子様が使えのものみたいに。あの魔王ウルノーガを倒すなんて、アイナさんすごいじゃないか。さすが僕の親友だけあるな。今度時間があったらウルノーガとの壮絶な戦いについていろいろ聞かせてくれよ。まあまたね。アイナ、よくぞ世界を救ってくれた。そなたなら必ず屋敷も王を打ち倒すぞ。わしは信じていたぞ。サマディで好きなだけくつろぐといい。国を挙げたロトゼタシアの英雄をもてなそう。ついに魔王を倒したんですね。辛いことばかりだったと思いますが、よく無事に帰ってきてくれました。こんなに立派な息子を持って、あなたのお母さん、エレノア王妃もきっと天国で喜んでるはずですよ。
なんかあれやな、王様を見た後やと王子様はものすごくちっちゃくない？なんか全てにおいてちっちゃいよね。すごいな。だってなんか主人公と比べてもめちゃくちゃ小さかったし、まあ、女の人やけんそうなんかな。わからんけど。はい、それじゃあ次はグロッタの町。いや、とりあえずあれか、パーティーのメンバーに関係のあるところに行ってみようか。ソルティコはシルビアさんとこかな。はい、やってきたソルティコの町。もう着いた時点でめちゃくちゃ陽気な音楽が流れよるね。やばいね。もうなんかみんなが手を振りながら走りよる姿がものすごく目に浮かぶんだけど。あ、お久しぶり。あら、ボス、久しぶり。ソルティコの町へようこそ。お空の大樹が復活したのを見てね。ボスたちが魔王をやっつけたに違いないって町のみんなで喜んだのよ。そうだ、せっかくだからボスもお姉様のパパにお会いになって、心よく迎えてくれるはずよ。ボス、私のことか。未だに馴染まない。さあ、父親に報告。どうも。ご主人様のお部屋をようこそ。ん？ご主人様のお屋敷へようこそ。おや、ゴリアツ様のお友達か。ジェイゴ様のお部屋にいらっしゃるぞ。面会するのは構わないが、くれぐれも粗相のないようにな。はあ？勇者様に向かってなんてことを言うんだ。ここやっけ、部屋。え？なんか踊ってるんだけど、どうした？え？お父さんどうしたの？洗脳されたの？怖い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 。どうしたの？もうそんな感じになっちゃった、お父さんまで。息子に見られてますよ。すごい凛々しい。うわ。いや、笑う。でもいい運動になりそうやね。はぁ、あ、はぁ、あ、ダンスってやつがこんな体力を使うものだったとは。見たよ。反応に困ってる。てめえゴリアテ、久しぶりに仲間に会うからってしばらく帰ってこないはずじゃ。パパの体調も良くなったし、なまった体を鍛えたいって言うから私たちのダンスを教えてあげたの。その格好も必要。そしたらパパダンスに目覚めちゃって、短時間でめきめき上達したのよ。さすがお姉様のパパよね。うるせえ、何がダンスだ。ずっと部屋を占拠して踊りやがって、いつまでここにいるつもりだってんだ。もうパパったら素直じゃないんだから、お姉様が帰ってきたらダンスを見せてびっくりさせてやろうって言ったじゃない。びっくりはしたよね。え？さっきのとダンス踊ってみて、少しお姉様の気持ちが分かったってカッコつけながら言ってたじゃない。カッコはつけたんやね。パパ、本当なの？うるせえ、俺は騎士だぞ。ダンスなんてチャラチャラしたもんやってられるか。ありがとうパパ、私パパのダンス楽しみにしてる。見たやん。いや、あれはだな、騎士に二言はないだよね。そういう部分でもか。わかったよ、しょうがねえな。てめえ目ん玉が飛び出るくらいキレッキレのダンス見せてやら。そうと決まりゃ早速今日から訓練場をダンスホールにして特訓だ。行くぞてめえら、そんな本格的に。かしこまりその格好で外に出るの大丈夫？なんか頭おかしくなったと思われない？え、すごいね。あ、見てた？ご主人様があんな風にお元気になられて、私めはとても嬉しいございます。これもゴリアデ坊ちゃんのおかげですよ。ご主人様でしたら羽の方々と一緒に訓練場へ向かわれました。様子をご覧になられてはいかがでしょう。訓練場ね。向かいます。様子をご覧になります。見た、あれ。ご主人様の踊りを見てしまったか。さぞ驚いたことだろう。初めて見た時は私も腰を抜かしたよ。そんなに？大げさじゃない、そこまでか。さあ、訓練場に向かうとしましょうか。うん、訓練場はどこですか？ま、この敷地内やろうけん、多分あれかな。あ、あった、これか。子供もなんかすごく楽しそうに。ジエゴ様すごいすごい、僕も踊りを習おうかな。おー、尊敬されとるやん、やったね。訓練場、こういう訓練をする場所のはずなんだけど。え、めっちゃ踊る。
はっはっ。だゴリアって見てやがれよ。いつかてめえのメンタルが止めるくらいキレッキレのダンスを見せてやっからな。やばいっすね。めっちゃ楽しいやん。超楽しいやん。いいね。さあそれじゃあ待って、クレイモランが、クレイモランが神のところや。多分妹がおるはずやね。はい、クレイモランに到着。じゃとりあえずお城に向かいますかね。どうもどうも。いまだに二人は仲良しでやっているのかい。勇者によって魔王を倒され命の大事は復活を果たした。このように歴史的な出来事に生きているうちに立ち会えるとは学者としても嬉しい限りじゃよ。改めて感謝するぞ勇者アユナよ。いえいえ、あの魔王ウルノーガを倒すなんて勇者って本当にすごいのね。私は勝てなかったのも納得しちゃうわ。そういえば私の封印を解いた男も結局は魔王に利用された挙句使い捨てられ最後を迎えたそうね。ホメロスか。いい君だけど少しだけ同情しちゃう。あのいい男には私にとってのシャールのような人はいなかったのかしらね。辛い。アイナさん、ご無事で何よりです。復活祭事を見て確信しておりました。ついに魔王を倒されたのですね。クレイモラン王国の女王としてノトタタチアに生きる一人として誠に感謝に耐えません。勇者アイナと仲間の皆さん、その名前と偉業は世界の歴史に輝かしく刻まれることでしょう。あの妹のところに行きたいんだけど、妹は一体どこにいるの？ルーラでクレイモランまで行った。海底王国はなくなったままなん、やっぱり。あ、つらーい。なるほどね。つらーつらすぎ。バイキングのアジト、バイキングのアジトに行ったらなんかある。これあれやろ、神のところやろ。ここ要は神とマヤちゃんがなんかいじめられよったとこやない。エイサホー、気づいたら空の不気味な城が消えていつも通りタイジが浮かんでいるでやんす。考えてみたらタイジがなくなるはずもないし悪い夢だったんでやんすかね。ってことはさっきこの辺りで青い髪の女の子を見かけたのもやっぱり夢だったんでやんしょかね。なんかもうあの喋り方の癖がすごいんだけど。やっぱりこっちに来とるってことか。マヤ、これか？これか。やっと来た。あ、おる。マヤ、いるんだろ？出てこいよ。いやだ、絶対に出ていかない。俺はもうずっとここにいる。世界が平和になったってのに、一体前は何をすれてるんだよ。別に、拗ねてないし。ただ、神父の話を聞いちゃっただけ。俺、目覚める前のこと覚えてないけど、魔物になって大暴れしてたんだってな。町を襲った上に兄貴たちにまで。まあ、魔物になってたんだからしょうがないよ。どうせ兄貴は兄貴の連れも、俺ごと迷惑だって思ってんだろ。まあ、嫌われるのは慣れっこだけどな。誰もそんなこと思ってない。お、こんなとこに金が落ちてるぞ。お、反応するんか。金、どこどこ、どこに落ちてるんだよ兄貴。それでも執着はしとるんやね金に。そうそう、そんだけずぶといのがお前らしいぜ。うじうじしてるなんて柄じゃねえだろ。騙したなバカ兄貴。俺は兄貴に嫌われたかもってこんな悩んで。可愛いじゃないか。本当にみんなのことを思うならさっさとその体を治せよな。みんな心配してるんだぜ。それにお前の体が治らないといつまで経っても宝探しの旅に出かけらんねえぞ。宝探しの旅？そうさ、今度こそ二人で世界中のお宝を探しに行くんだ。だから早く元気になれよ。嬉しそう。しょうがないな。兄貴がそこまで言うんだったら一緒に行ってやってもいいけど。素直じゃない。やった。過去に戻ったらこの約束もなかったことになるんか。
兄貴と一緒に宝探しの旅か。へへ、それまでは言うことを聞いておとなしく待っててやるよ。だから用事を済ませたら今度はさっさと帰ってこいよ、バカ兄貴。俺一緒にいなきゃ嫌だからな。あ、念のため言っておくけど、もし宝を見つけたとしても分け前は当然俺が多めだからね。キシシ、ツンデレやな。これはあれなんかな、デルカドール城、ここにもあるってことかな、老おじいちゃんたちの。さあ、デルカドール城に着いたけど、いや、やっぱりここはちょっとあれですね。ここはちょっとあれですね。もう荒れまくってるから、ここじゃなくてどこに行けばいいんだ。ないんかな、もしかして。特に導きの教会、特にないのか、もしかして。え、ちょっと待って、これは、ちょっと待って、導きの教会、ちょっと、どうも、私は流れの寂し商人。この辺りはどこもひどいやり様ですが、教会は運よく無事だったようです。これも神様のおぼし召し。冒険の試合ベッドはまだ使えますから、中で体を休めるといいですよ。さて、ようこそ私は旅の行商人です。ご用は何でしょう。いや、特にないよ。ナプガーナ、デルカドール。まあ、じゃあとりあえず、全体的に巡れたかな？ということだから、さあ、それじゃあ、全体的にもうドゥルダ教、あ、ドゥルダ教はここか、老おじいちゃんとかあの辺のやつがね、あの修行しよったって言ったとこよね。さあ、ドゥルダ教は何かしらあるんかな。一応思い入れがあるのは老おじいちゃんやと思うけど、なんかすごい久々に来た感じがするなね。すごい久々やけど、ま、特に別に何もないんかな。情けな感じもする。どうもどうも。ここの一番上、大修練場の方にワープしてった方が早いんかな、もしかして。はい、こっちじゃないわ。どうも。あ、この先か。あのちっちゃいちっちゃい子は大修練場への道、ここに多分あのちっちゃい坊主の男の子がいるはず。ちょっと名前忘れてしまったけど。誰やったっけ。あ、おったおった。どうも。なんか倒れてない、あれ大丈夫。散歩大僧侶アイナさん、ドゥルダの大修練場へようこそ。ここでは魔物と連続戦うことで己に力を最大限に引き出す修行、連舞踏魔行に挑戦することができます。あ、そういえば修行ができるようになったって言ったね。一つは相手の魔物に対して最適な仲間の組み合わせを考え挑むこと。ちょっとあの平和になったことについては何もないんですか。もう一つは少ない手数で魔物を倒すこと。この場合に手数は敵を倒すまでにかかった各人の戦闘中に手数の合計を足します。かかった手数が少なければ特別な褒美をお渡しするので頑張ってください。では何事も挑戦からです。まずは一の試練を選んでみてください。それでは霊夢島までのどの試練に挑みますか。いや、いいです。全然いいです。はい、大丈夫。ふう、世界が平和になったのです。少しくらい修行を休んで旅行になっても罰は当たらないでしょう。まあね。はい、ということで、じゃあ全体的に巡れたかなということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。
つもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、多分あのローおじいちゃんとかマルティナとかグレイグはデルカダール王と石の村で話しよったけん、まあ、ここで合わせてイベントやったっていうことなんかな。